いやあ、せつな気づきでよ。というわけで、湿気よくもとい、ときみも、えーっとね、続きやっていいと思います。これ、誰の好感度上げようかなってちょっと思うんやけど、気になるよな。ストーリー、ルナちゃんの上げんかったらストーリー進行せし、特殊イベントとかいるのが見えんし、けど俺、個人的にゆりさんの好感度上げたいし、チェリーさんの隠しイベントも見たいけんな。どうしようかなって思いますが、まあ、ちょっと考えていこう。 とりあえず他のところ行こうか。もうおみくじはいいけんさ。会場、花火会場おみくじ、とりあえず花火会場しか行けんのかなもうおみくじいいかいは、うん。よし、行ってみよう。ちょっと早い気がするけど。花火が始まるまでは、まだ時間があるな。てる、花火が始まる前にはアナウンスが流れるのよ。そうなんですか。うん。 それまでは、屋台のお店を見てまいりましょう。うわあ、ゆりさん。さすが経験者っていうか <laughs>、なんか慣れとるような感じ。うわあ、過去にたくさんの男の人と一緒に来たんだろうなーっていう感じがするな。さすが焼いてたぜ。ふぅはい。ゆりさんは詳しいな。<laughs> 過去にね、いろんな男性と来たんだろうな。お兄ちゃん、早く行こうよ出る、おごっておごって。お,お,てーお前。 宝気満々からな <laughs>、お前らは。か、金の網じやばい。さて、いろんなもんがありますが。屋台通り。あ、屋台通りに行けるんや、ね、こっちかー。んどうしたうわーなんか不穏なもん見えてる ちょっとお化け屋敷にしか出ちゃいけないようなものをお化け屋敷で見、以外で見たらさ、明らかにちょっとやばいものを見てしまった。なんだあれキツネビああ、神社の方に向かっちゃったよ。えな、中に入っていった。こ、ここは何の施設なんだ神社じゃないのお兄ちゃん どうしたのあ、そうだった。このゲームは、あの、神隠しの話だったな。と <laughs> きうん、ときメモっぽさが見えてきてさ、そういうこと忘れとったけどさ、神隠し編だったもんな、今回。<laughs> <laughs> ってことは、この三人のうち誰かが神隠しに会うんかな早く、屋台の塔に行こうよあ、ああ。古い神社には、伝承の霊が祀られているのか。 見られないように気をつけようあ,あここでオープニングかあれジェイソンさんだよ 結構ホラーやん今回なんかホラーな感じするな今回はバリバリのいやホラーゲームなんやけどね結局 <laughs> 結構逆襲化するところあるけどさ <laughs> 今回結構ホラーレベル高そうな気がするぞなんかあそこのジェイソンさんおったな今オープニングにまだ出てくるんじゃジェイソンさんなんだろうもうお祭り楽しむ気満々みたいな感じの服装だったけどうわー お水がいいっぱいあるよ出ル早く行こうよふ人ともあまり急くなってまったくあの二人は出ル二人は見失わないように行きましょうねうわーなんか二人の女の子のむだ人の娘を持っているお母さんみたいな感じの対応だわーこう見たらなんか二人がすごいお似合いに見えてくるそうだねその点ゆりさんは大人だから助かるよ そ,さあそんなことないわよ <laughs> テルに褒められちゃったそれにしてもこうしてテルとは並んで歩いてるとまるでまるでハハハハ 2, <laughs> <laughs> 2> <laughs> 人の子供を連れてきた夫婦みたいね今は俺が言ったことをまるまる言っちゃった <laughs> あと <laughs> 妄想して <laughs> 毎度毎度妄想して鼻血ブースいる奥さん俺はちょっと嫌だ ゆりさんだから許すけど。ゲーあちょっゆりさん <laughs> ややっと暴走するのやめてもらえませんかマジで <laughs> マジです。<laughs> うわあ、いろんなのがある。すごい気になる、いろいろ。へえそうやな。じゃあ、まずはだ。なんか射的のするところを見てみたいなってルナちゃんが言おったし。 実際射的するところ俺もテルくんテルくんがしてるところを見てみたいけん言ってみようぜ射的へ、射的ゲームは1回200円アジェルド景品がもらえるぞお兄ちゃん頑張ってよっしゃやるぜ俺がスナイパーライフルの腕前を見せてやる <laughs> なぜ被り物3つなんだお前 <laughs>。もうちょいあるだろうがなんかの大きいものとかさ、おもちゃとかさ、ゲームとかあるだろうがお前 <laughs>。秋葉原から出店してるのかお前ら <laughs>。何あれ視点が、照準が画面内でランダムで表示されるから、ターゲットと重なったところで鬱つを押す。そういう感じか。はぁ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 。 ホスソフのカスラとか、完全にテルくんの髪の毛がから作りましたみたいな感じなんやけど <laughs>。あと、猫耳とか、モーサフ風呂とかもう完全に <laughs>、これ、完全にチェリーさん向けやんか。チェリーさんのために立ってこようかな。上下関係が厳しいからな行。い <laughs> けやったのか、これは <laughs>。やったーなのか、これは。 ちょっとまてごけいは <laughs> モンスターのアフロってこれチェリーさんのアフロじゃないのかどういうことだ <laughs> テリーさんはこれにシンパシーを感じてあの絡み方でしたんじゃないシンパシーっていやテリーさんはあの髪型は失敗してと言っていたんだ好き好んでこれにしたはずはない <laughs> そのはいには全然むろそうとせんけどねどうするなこれ持ち帰るなああじいさんが喜んでくれるかもしれないから一応な <laughs> モンスターのお風呂入手しましたいらねえよ取っちゃったけどいらねえよ <laughs> この空気であるその頃 <laughs> なぜ今その頃を見せたんだろうジェリーちゃん、あっち行ってみようぜふ <laughs> <laughs> あっちとか指示が適当すぎるわね。まあ、ま、そこがキラちゃんのいいところな。どうしたぬぅどうしたの誰<ー> <laughs> がお土産を買ったのも感じたわ。は <laughs> シンパシーってそこまで感じてるのかお前。は <laughs> せ野生の勘だな やるじゃない。出る。<laughs> そんな痩せ。嫌ですよ。チェリー先輩。チェリー先輩って言うてたよ。好 <laughs> 感度上がっちゃったあげたくない相,相手の上がっちゃったよはあ。てか、射的やる姿見せたのに、感じのルナちゃんの好感度上がってないんですけど。<laughs> えーと、じゃあどうしようかな。 ああ、っていうかさ、屋台行きたいんやけどさ、たこ焼きとかないんかなたきや、たこ焼きは欲しいんだ焼きそばとか。そのあたり定番でしょうに。ああ、金魚すくい行くか。これも定番。行くぜ。金魚すくいだールナやってみるかうん金魚すくい。よっしー、じゃあ、思っ安いぞ。何 <laughs> これ ポイが右側から金魚に近づいていきます。取れそうなところでスクを押してください。ただし、近づきすぎると逃げてしまいます。ああ、何それ。これ変化ああ、逃げられたああ、逃げられたよっしゃ、もう一回どの辺がいいんだろうこれ変かなええー、もうちょい近づけてか。集中って出ちゃった <laughs>。集中ものを探れちゃった。 この辺か。よっしゃー飛たーおい、すごい。も集中モードだったもんな、今。<laughs> スケートダンスのボスすんだったらゴーグルつけたとこやもんな。筋 <laughs> 肉が取れたよよかったな、ルナ。で、これ、どうするの <laughs> やめろ、お前。ええ。 うちはレコードがいるから魚は買えないよ <laughs> やめろこれをどうやって買うのみたいな現実的な話をするのやめろお前 <laughs> 取れたって喜びだけかみしめとけお前 <laughs> マジな顔なるなお前お前らゆり <laughs> さんあ私のアパートはダメだよ 動物を飼うと結婚が遠のいじゃいそうだもん <laughs> そんなもんなのかそういう理由でかそそうですかねえテルその金魚欲しいたえ大丈夫なのかうんやはかわいいにゃああれ本当に喜んでるのかああそうかいつもにゃにゃ言ってるもんなそうか そういうことか。どういうことだよ。<laughs> また取れたらちょうだいね。ニナ。え食べるなよ。は <laughs> 食うともとがお前 <laughs> どっちかというったさ貧乏キャラのさ、ゆりさんが食いそうなイメージだったけどさ、ごめんな、ゆりさん。<laughs> ニナちゃんだったわ。ニナちゃんの方だったわ。休憩好きって、魚食うのか。 ハハハハポカンデされてるぞ、お前食べないよ <laughs> 正当なツッコミ、ありがとうございますというわけで、ニナちゃんの交換の方な、った。よっしゃ、次行ってみようやばい。今回のパート、屋台回るだけで終わるかもしれない。<laughs> 本題のホラーのとこまで行かないかもしれないな。わたあめ行くか。わため。 わため売ってるよねえお兄ちゃんわため食べたいよ買って買っておねだりが来たぞうわ高いなーえなええわためってこんなに高いか400円っていやこれ値段的にはもうあるだろうがちょっと逆に考えてみろよお前400円ってどんなどんだけ高級な砂糖使っとんだなお前どこさんやねん <laughs> やめようこれはやめよう こまだ後で来ようぜ <laughs> さっきみたいな断り方だったら察しさられるけんな。こ後で来ようぜって、後でもう,もう保留みたいな感じでいいよ。<laughs> ああ、私らはダメそれ高すぎるんだよ。<laughs> ジュースだ。代わりにジュースを飲もうぜ。 あ、ジュース売ってるよ。ねえ、お兄ちゃん、ジュース飲みたいよ。買って買って。おねだりが来たぞー。ああ、地味だから屋台のやつってさ、いつも自販機買うよりちょっと高いけんな。どうしようかな。それだったら、わたあめの方を買ってあげたいわ。ジュースだったら、わたあめの方。<laughs> まだ同じ断り方。<laughs> そろそろ何かさしてくる。これは避けられてるなって。 それよりちょっとカラフルなお面というねこのねなんかいつでもちょっと見たことあるようななんか見たことあるようなお仮面わあなんか髪隠しとなんか似たような雰囲気を持つような仮面髪隠しした人間がこういう髪をつけて出てくるみたいなそんな破面が出てきたけどちょっと怪しいぞつけていいのかこれ見てみていっぱいお面があるよ狐のお面しかなくね <laughs> だいたいこういうお面売り場ってさアンパンマンとかひなんか戦隊ものとかあるだろうになぜこういうさなんかんどの年齢の人をターゲットにしたかよ,わよう分からんような品揃えできておりますねえみんなお揃いでつけようよルナちゃんそれいいねまあしょうがないなねえお兄ちゃんこれ欲しいよ買って買っておねだりが来たぞ 高えなぁ <laughs> やっぱ高えなぁでもいいか、お祭りやけんって感じになってしまう。これぐらいは買ってあげよう。お金パンクしちゃうけどね。それじゃあ、気に入ったおめえを選んでね。<laughs> なんかゲームの、ゲームのなんか、説明みたいな感じでじ。気に入ったおめえを選んでねって、キャラクターを選んでねみたいな感じになったんだお前は。付け心地はどう

お兄ちゃん、私も褒めてよ。ル、ルアも、似合ってるよ。私も、<laughs> やめろお前こんなとこで独占欲出すなお前 <laughs> みんな見たりピンク色を出せピンク色ブラシ持って、一番可愛いのは誰なのお兄ちゃん。やめてーそれ一番ちょっと聞いてきちゃう、ちょっと、ギクってなるやつええー、その一番とか見られないやつか、お前。えあー ムナちゃんのお面も可愛いにゃーナちゃんはピンク色がよく似合うわねあうそ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 う,そうちゃんとピンクを出してピンクを顔にピンクを出してえええささあよかった白くてなんだこの絵面はカオスすぎるあ、でも何気にチェリーさんっていう存在を見てしまったからかな 俺的にはそんなにカオスに見えなかったああ病気だなここまで来たら病気だなちょちょっと待っててるくんもてるくんであるやっぱり不気味だから外そうええー、面白いのにせっかく買ったのにこの買い物は失敗だったかも高かったんだからな好感度上がれ全員分全員分よっしゃあ いいぞいいぞこれルナちゃんのばっかり上がっとったら特別エンドだったんかなって思いながらやけどまあちょっともう好感度みんなのためにやけんな俺はさみんなのことを裏切らないタイプやけんこの均等に上がっていったんでそれでいいだろううそやってお金が100円しかないからねもうワイドさせていただこうね <laughs> 悪いなみんな 渡辺とジュースは今度だ別の機会に怒ってやるからそろそろ花火大会花火解答あアナウンスアナウンス流れてから行けばいいだけなんかアナウンスいつ流れるんだろうもういいんやけどな俺 <laughs> もういいんやけどなこれ逆に金ないのにさ出そうとしたらどうなるんこれ <laughs> ちょっと試してみようでもお金がないあお金足りないや <laughs> すごい深刻な感じになってるみんなごめんもうお金ないんだ <laughs> とうとう自白しましたあまりお金持っていないことをそんなー これじゃあみんなも不満だよな。ATM でお金おろしてこようか。あー ATM いけるんじゃ。あ ATM いけるのね。あーじゃあ ATM 行こうか。<laughs> おあ、じゃあ ATM 行っちゃうわ、これ。あ、ATM を使わんずにマックスしなあかんのじゃ。特別なイベントは。まあ、特別なイベント今回ちょっと諦めるとしよう。もしかしたら最終回あたりで番外編としてやるかもしれんけど。 みんな、ちょっと、これ待ってて。どうしたのうん、ちょっとね。何もし、<laughs> そりゃそうだな <laughs>。何も言わないわな、これ <laughs>。このさ、お金を下ろしてくるから、ちょっと待っててってなんだよ。女の子のまで言えるわけない <laughs> <laughs> あ。あさした。早く ATM でお金を下ろしてこなきゃ。<laughs> てる。 ゆりさん、どうしたんですかお金足りなくなっちゃったんでしょ察しられたえさすがっていうか今日はみんなの分を出してくれてるものねありがとうデルユリさんデルばかりに負担はかけられないものね私でもお金出すから使って本当ありがとう助かるよユリさん そういう愛にはお金の額額をちょっとね <laughs> あー別、無理させたくはないけど、額ね <laughs> え。え ?100 円。ゆりさんこれは、いいのよ、出る遠慮しないで受け取って <laughs>。 ああ、ゆりさんだからちょっと言えないなー。これ以上言えないなー。言えないけど、安いなー。二 <laughs> 人で協力してお祭りを楽しみましょうね。<laughs> そう。が、ゆりさんは、おはようない大人、貧乏だったんだ。この0 0円は、ゆりさんにとっては大金。本来なら、誰にも渡したくない。 命よりも重いお金なんだ <laughs>。やめろ、定愛みたいな考え方。定愛グループみたいな考え方。<laughs> 利根川みたいな命、金は命よりも重いみたいな考え方。それなのにすまない。俺たちのために。なんかいらぬ誤解が生まれた気がする。ありがとう。ゆりさん。ううん、いいのよ、出る。ちょっとコンビニ行ってくるから、ゆりさんは先,の先にみんなのところに 戻ってくれうん、分かった先に行ってるね早く行こう。<laughs> <laughs> おい、なんていいからね戻ってきたありがとう、ゆりさん <laughs> <laughs> また戻ってくる前に行こう。 うわあめっちゃ下ろしてきてるおおゆリさんの交換のここで上がるか。9999円という中途半端な額下ろしてきたな、てるくんも。<laughs> めっちゃ中途半端なお金下ろしてきたな、お前。それだったら一言一万円下ろしてくればいいのに。<laughs> よっしゃーみんな渡辺買うぞ渡辺買うぞ、お前お前ら、お前ら、お待ちかねーお金下ろしてきたぞ。 わざあべだお待たせみんなおも、やったーわざあべってどうやって作るんだろう割り箸をあの機械の中で燃わせて甘いわたを集めるんだよだんだんできていくから見てなうんん<お> <laughs> <laughs> なんか子供受けゲームのたまごっちとかでありそうな BGM 流れてきたんやけど 割り箸をタップアンはクリックして渡辺を完成させてください <laughs> <laughs> ななこのたまごっちしゅうのある B g m はぬ <laughs> <laughs> なちゃんがすごい <laughs> 興味深そうに見ていればできたさっそくべよう わあ、これみたいななんかわた鍋食べたくなってきた。ああ、おいしたかったな。甘くて大好きだにゃ。それはよかった。てる、ごちそうさまでした。残った割り箸、私が好きてくるわよ。ありがとう、ゴミ担当。ゴミ捨て担当。<laughs> ゆりさん、ええのかうん、ごちそうになったんだもの。それくらい言わせてて。それじゃあ、お願いします。いえいえ。 なんか悪い気がするけど <laughs>。やっぱり、おも手伝おう。二人とも、ここで待っていてくれ。あれこれ、またゆりさんとの愛の共同作業ゆりさん、どこまで行ったんだろういたおーい、ゆりさん。んどうしたああ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  俺が食べた渡辺のボールが走ってところで何か刺したね、俺。なんか嫌なこと刺したねああ健康派。今、袖の下に入れた。あ <laughs> あ、出るーやめろお前、その顔で、よくそんな顔でいられるな、お前は、うん。手伝いに来てくれたな。 ゆりさんおえのわり場所をそれの下に入れませんでした聞きました直球に聞きました入れてないよーうわあ。堂々うと言いやがってさあみんなのとこに戻りましょう出るあ,あああおえの見間違いだったのか。 哦。Oh.